皆さんこんにちは、哲学エヴァンジェリスト高橋聡です。今回はですね、東洋哲学動画大学7、6章3、4節をお伝えしたいと思います。では早速ポチ。前回動画の復習ですね。人にされて嫌なことは他人にはするなということを気をつけて行動するのが真心で、他人を思いやるということです。思いやるということは他人にはするな。人にされて嫌なことは他人にはするなということを気をつけて行動することです。リーダーが真心を示し続ければですね、部下も真心を示せる立派な社会や組織となるということが述べられていました。自分の直感は大事だが、さりとてそればかりに頼りにして行動すると自分の身を滅ぼすことがある。重要かつ慎重に行動し、新しいことをなせってことが学べました。徳があればですね、あなたの周りに自然と財が集まります。財を奪うのではなくですね、自然と集まるぐらい徳を磨けってことですね。徳がキーワードです。はい、ではですね、ちょっと長いんですが、はじめの引用を読んでいきたいと思います。諸教に次のようにある。一人の進化がいて、真面目一筋で特技を持たないが、心が寛容で、よく、素直に他人を受け入れる人だとしよう。技術がある人を認めると、自分がこの技術を持っているようなものだ。聡明で傑出している人を認めると、心からその人のことをよく扱う。ただ、上辺だけで、口でよく言うだけでなく、本当によく優秀な人物を心から受け入れる。よく自分の子孫の統治を良いものにできれば、人々もまた、その利益を受けるであろう。技術がある人がいると、妬んでその人を憎む。聡明で傑出した人がいると、意見を互えて、心が通じない。本当に受け入れることができなければ、自分の子孫の統治が良いものになることはなく、人々もまた辛く大変な思いをする。諸教の引用ですね、これね。書いてありますね。諸教の次のように。立派な人物はですね、他人の良いところを見てですね、他人を受け入れます。超人はですね、つまらない人物はですね、他人の良いところを見て、妬んで他人を憎むってことをしますね。うん。要は、ちょっと妬んでやると、良いところ、その人の強みっていうものがあれば、まあ、強みっていうのは結局徳と繋がってくるところなんですけど、これを見ると、妬むと。精進は。立派な人物は、その、良いところ、強み、まあ、徳ですね。を見ると、他人を受け入れて、その人を昇華して、だんだん良い方に。うん。ここでは、まあ、心が寛容でよく素直に他人を受け入れる人は、結局のところ、うん、その利益を受けることになるということです。長期的な観点を考えられるのが立派な人物で、考えられないのが精進ですね。ただ人を持つ人こそ、こうした他人を受け入れることができない人を追放して、あらゆる方角の遠い場所に追いやることができる。他人を受け入れられない人は、前人ともに、と共に、所属する国の重役に就くことはできない。このことを、ただ人を持つ人こそ、良い人を愛用して悪い人を憎むという。人っていうのは、つまり思いやりの心なことなんですけど、この思いやりの心を持っている人はですね、聡人を追放して、重役に就かせないということですね。逆に人、思いやりの心を持つ人は、重要な人物や技術のある人物を登用して重役に就かせるってことですね。リーダーは良い人を愛用し、悪い人を憎む。当たり前のことなんですけど、これを実践できるリーダーじゃないといけないってことですね。こびいてる人ばっかりを使ってはダメだっていうのにも通じますし、まあ、そういうことです。はい。優れた賢い人物にあっても登用することができず、登用するも重く用いることができなければ、上に立つ者の怠慢だ。
良くないことを行う人に会っても職位をつけずに退けずに、退けたとしても遠くに送ることができないのであれば上に立つ者の過失だ。人が嫌がることを率先してやって、人が好むことを避ける、このことを人の本性に逆らうことという。災いが必ずその人の上のに立つ人の身に及ぶ。ということかというと、良い人物を登用し使うのはリーダーの責務ですね。自分が気に入っていたとしても故意に悪いことをする人物を追放するのもリーダーの責務です。人が好むことを率先してやって、人が嫌がることを避けるのがリーダーの務めってことですね。当たり前ですけど、だから立派な人物は立派な基準を持っている。人は忠誠やと信頼の心を持てば立派な基準をも得ることができ、反対におごり高ぶった態度を示せば立派な基準を失う。基準っていうことがね、ここのテーマですね。リーダーは立派なしっかりとした基準を持つべしってことです。忠誠と信頼の心を持って立派な基準を獲得すべし、おごり高ぶった態度は取るなってことですね。財産を生産して増やすことには立派な基準が必要だ。財を生産する人が多く、財で遊んで暮らす人が少なく、財を作る人が能率よく、財を消費する人が緩やかなら、財はいつも満ち足りているだろう。人愛を愛せる人は財産を用いて一念発起して身を起こして事業を成す。忠誠や信頼からですね、立派な基準が生まれて財産を増やすことがまたできます。ここでは国について言及しているがですね、やはりですね、会社やその他の組織でも適用できるということですね。思いやりを示す人は事業をなして仁愛の輪を広めるということが述べられています。事業をなすって書いてますね。事業です。これ事業っていうのは、まあ、治水とか、この時では治水とか、まあまあ、農耕の拡大とか、なんか開拓とかですね。そうしたことが、まあ、想定されたんでしょうけど、今の現代の、この資本主義社会においての事業っていうのとも、うん。に引き寄せて読むこともできると思います。はい、次。仁愛を示せない人は自分の身の都合のいいように財産を増やそうとする。未だかつて上に立つ者が仁を好んで施していいのに、下に立つ者が正しいことを好まない先例はない。未だかつて正しいことを好んでしっかりと行動して立派な事業が成功しない例はない。未だかつてその国の財産がよその国の財産にならない例はない。どういうことかっていうと、思いやりを示せない人物はですね、他人の財産を奪おうとするわけですね。そしてですね、リーダーが思いやりの気持ちを出して接し続けるとですね、部下も正しいことを好むようになります。正しいことをしようとしてですね、しっかりと行動する企業や組織で立派な基準事業が成功しないことはない。どういうことかというと、まあ、正しいことをする人は立派な事業が成功するということです。はい。このことは、国は財物を得る利益があるのに本当の利益とはならないで、正しいことを行うことでもっと大きな利益となすと考えるのであるということだ。国、国家の上に立つ者として財政に力を入れようとする人物は必ず立派でないものを動揺して使ってしまう。この財政に力を入れようとする国家の指導者は有能な人物だと勘違いして立派でないものに国家の政治に使えばたちまち害悪が出るだろう。いかに有能な人物がいようとももう手遅れだ。財政だけ見て行動したらですね、立派でない人物を登用して使ってしまうわけなんですね。正しいことをなすことに集中してですね、企業や組織を経営統治すれば財政は後からついてくるってことですね。財政ファイナンスですね。現在のことは確かに大事なんですけど、
会社や組織の理念、ミッションなどを忘れず行動することが一番大事だってことが、ここから言えます。この動画で学べること、最後になるんですけど、リーダーは長期的に考えて良いことを判断せよ。人の良いところ、悪いところを見て、適材適所で人を使えってことですね。人が好むことを率先してやって、人が嫌がることを避けるのがリーダーの務めです。リーダーは、忠誠と信頼の心を持って立派な基準を獲得すべし、ってことですね。そこから財産を得ることができる。財政、つまりお金の工面だけに着眼して事業をなすなってことですね。その組織の理念やミッションを大事にせよってことです。はい、今回これで、東洋哲学動画大学の、講義はここまでになります。最後まで見ていただきありがとうございました。コメントや、その他、いいねとか、気軽にください。ありがとうございました。